現在スーパーマーケットに代表される小売市場は大きな変革の時代を迎えています。 EC サイトの急速な普及、消費者の購買行動の変化、サプライチェーンの複雑化といったさまざまな要因、さらに持続可能な開発目標 SDGs が掲げる脱炭素化の達成は企業においても重要な課題の一つとなっています。投資とリソースが限られる中で小売業が生き残るためには、デジタル化の進展で得られるさまざまなデータを活用することで効率化やコスト削減を行うなど、イノベーションによる経営戦略の見直しが求められています。日立はさまざまなお客様の課題を解決するため、ルマーダを活用した最新のデジタルソリューションを幅広くご提案しています。今回はスーパーマーケットの新しいビジネスモデル作りに挑戦されているかすみ様との競争事例をご紹介します。かすみ様は首都圏最大規模のスーパーマーケット事業を展開するユナイテッドスーパーマーケットホールディングスを支える一社で、現在およそ190の地域密着型店舗を展開。少子高齢化、人口減少といった社会の変化に適応するため多様な取り組みを行っています。今我々のようなリアル店舗は転換期を迎えております。新しいお店作りを目指しております。居心地の良い空間で楽しい買い物ができる地域コミュニティの中心になれるようなお店にしていきたいですね。スーパーマーケットの店舗運営においては、ファイナンス面、ファシリティ面の管理を将来を見据えて効率よく行っていくことが必要です。やはり空調や冷蔵設備、こういった店舗の設備の老朽化ですね、これと環境に配慮した省エネ対策というところはやはり大型投資が伴います。そのため対投資効果ですね、こういった効果が求められます。店舗 PLA の影響を最小化しながら進めると、これが我々の課題であり業務のハードルが高かったと思います。また設備管理や200以上ある資産管理ですね、効率的に進めるためにはやはりシステム化する方向性というところを模索しておりました。日立はかすみ様の経営課題に共に向き合い解決方法を模索。その一つとしてご提案したものがルマーダを活用したデジタル技術で、エネルギー運用やファシリティ管理を一括化するエネルギー&ファシリティマネジメントサービス、イファースです。日立が設備の管理と運用を一手に引き受けることで、かすみ様がコア業務に専念できるのではないかと考え、エネルギー&ファシリティマネジメントサービス、イファースをご提案しました。エネルギーマネジメントでは、受電・空調系統・冷却設備系統の各電力量を30分ごとに収集、見える化しクラウド上に蓄積、プラットフォーム上で必要な情報をいつでもどこでも共有できるようになります。データを複数店舗で比較・分析することで、設備稼働状況のトレンド把握、改善点の可視化、故障の予兆を把握することが可能となり、最適制御や最適運転につながります。ファシリティマネジメントでもデジタル技術を活用し、不動産契約書や図面データ、空調などの設備台帳をクラウド上で一元管理することで、管理業務の効率化や設備の最適な更新計画に導きます。まず今回の協業につきましては、空調がスタートになりましたけれども、イファス導入後ですね、1号店となりました並木店、こちらは事前のですね予測効果 13.2% ですね、これに対してほぼイコールの結果が出ました。短月でのまだ比較ですので、長期的にやはり見ていかないと正確な数値とは言えないとは思うんですけれども、少なくとも投資負担がなく、ファシリティフィーと省エネ効果のバランスですね、これは計画した通りでした。大型投資がなかなかできなかった店舗へのイーファス導入は、資産を抱えることなく設備更新が進められるといった意味では良かったと思っております。今後
保守メンテナンスなど、やはりランニングの部分というところも取り組みですね、これについても効率化を図り、お互いにウィンウィンの関係性がさらに高まるようにしていきたいですね。ファイナンスを組み合わせることで、これまでに5店舗にイファース導入による空調設備の更新と EMS を導入させていただきました。高効率機種への更新による電気代の削減と EMS による多拠点エネルギー監視環境のご提供が行えたことは、快適な空間の提供への第一歩であると感じています。現在日立では業務効率化と管理品質向上を目的としたファシリティマネジメントのプラットフォームと、多数の拠点を統合管理するエネルギーマネジメントのプラットフォームを活用し、データ収集を行っています。イファースプラットフォームの進化のための2つの軸があるのですが、その1つ目は対象フィールドの拡大です。冷蔵・冷凍設備、照明、そして店舗一括管理までを視野に入れることで、スケーリングメリットを拡大し、さらなる効率化に貢献します。2つ目はデータ分析と活用の推進です。導入店舗の増加により、エネルギーに関するデータがどんどん蓄積され、 ABM から CBM へのシフト、店舗のエネルギーバランスの最適化が図られていきます。今後の取り組みとしては、すでに日立さんの方には、お願いしていることなんですけれども、 EMS と EFAS の拡大です。空調から始めた EMS を冷設や照明など電力について必要とするものについて統合・総合的に管理して、業界別になっていた EMS を進化させること、それらを通してお付き合いを続けていきたいと考えております。日立はデジタル技術を活用したイノベーションで、お客様の社会価値、環境価値、経済価値を高め、人々のクオリティオブライフの向上に貢献していきます。